滋賀県は面白いっていうことを、キャラクターたちを通して皆さんにね発信できたらいいなと思ってます。はい、チケットはすぐ手に入りましたですか？インターネットで取りまして、シガッツマンとかもう全部ですかね。シガッツマンの魅力ってどんなことでしょう？滋賀を守って頼もしいです。やっぱり身近な話題なので子どもたちもすごい、食いつくので楽しく見させてもらってます。大阪から来ました。彼女が滋賀に住んでるので彼女の家で DVD を見せてもらって、でまあ見に来ようと。かわいいの一言につきます。あとはちびつぶりの動きがすごいユニークです。全部こうベタなところ、あ、琵琶湖に秘密があるところが、そうそうそう、シーガス。僕は滋賀を守るヒーロー、滋賀を離れるわけには、タガを守るタガーマスク。今日は新潟映画祭に来てくださってありがとうございます。どうでした？カイツブリと四月版面白かったですか？ありがとう。グローリーマンのチャオ佐々木です。森山 4D の声をやらせていただきました、篠野千鳥です。森山守るぜピッカピカ、よく見てくれてありがとう。四月版だぜ。これからも応援してもらえると、もっと四月版の活躍が見れると思います。この後こいつぶりちゃんが皆さんに今日ねバレンタインでしょ、チョコをね、ちっちゃなチョコ、水上美子ちゃんとかのシール貼ったチョコをね皆さんにプレゼントします。楽しんでね。チョコのプレゼントがあります。チョコもらってください。チョコもらってあげてね。今日はねバレンタインということなんで、バレンタインで言えば恋、うちのねこいつぶりのキャラクターがバレンタインチョコをね配らせてもらうという企画を考えたんですけど、こんな人になるとは思わなかったですね。僕らの思っているなんかこう、あ、滋賀って面白いなっていうところをやっぱり一緒に感じていただけたんちゃうかなとね思いました。面白かった。藤井組 TV 見てたから続きが見たくて滋賀つまりの来た。もう一回見たいです。滋賀のねこの地域のヒーローがこんなにも人気やとは。映像も可愛らしくって子供がこう親しみやすい感じで見れるなと思いました。おかげさまでいい映画を皆さんと楽しめることができました。この映画をもって今度は湖北とか湖西とか湖東とかもういろんな滋賀県中をですね、市民会館さんでもいいし、ちょっとしたホールさんで音響さえ良ければそういうところに映画を持って回りたいと思います。でみんなで面白いで滋賀県を元気にしていきたいなと、滋賀県をキャラ王国にしていきたいなと思ってますんで、盛り上がっていきましょう。せーの、滋賀ガラス。シガを守るヒーローなんだ。安野さんがいつも大好きだったから面白かったです。地元密着型のところが、はい、ちびつるの大冒険面白かったです。やっぱりヒーローはね、やっぱ子供にとってはいいなと思いましたけど、かいつぶりの歌、安野さんの歌が面白かった。ちびつぶりとかが可愛かった。子供らがずっと中止して見てるんで、なかなか楽しめたやつだろうなと思いますが、面白かったですね。はい、よそでもやったらいいと思いますもん。あんま知らかった。可愛かったな。親子物語的なとこもあったし良かったと思います。 DVD 持ってるんですけど、またこう違った映像ですごく楽しかったです。ちょっとクスッと微笑んでしまうようなそんなところがとっても好きです。滋賀は今日も全く平和だ。いけ、四月版ホロホロヒーローズ。
ビアビアばあさん、ビアばあさん、ビアビアばあさん。キラッタ。キラッタ。うん、キラッタな。みんなこれは騙されちゃダメだ。これはほら、いやー、バレた。大人の楽しみですわ。おひげのおじさんが言うから、これ本当。こんにちは、うちらのお友達もこんにちは。琵琶湖の中に仕掛けがあるみたいに、僕の友達いるけれど、これから回れるように頑張りたいなと思ってますので、応援してください。